大衆会直前に主演が自殺するという衝撃から25年の時を経て再び制作された白い巨塔。財前役の唐沢俊明さんに対して山崎豊子さんは、あなたが財前五郎、いい度胸してるわね、と言ったらしいんだけど、世間的にも田宮二郎さんのインパクトが強い役だったからみんな否定的だったんだけど、放送されたらこのドラマやべえって一気に話題になって、最終回は驚異の 36.9%。 山崎豊子さんも、あなたが財前五郎で本当に良かったとまで言わしめた。唐沢さんの度胸は本物で、山口智子さんと交際中の時、宅配業者を装って山口さんの自宅に押し入ってきた2人の男を撃退してんの。男たちはビデオカメラや手錠を持ってたって話だから本当に危なかったんだけど、この人ただのブルースリーマニアじゃないなと思って。努力家でもあって、真田広之さんの舞台の裏方として働いてた無名時代、いつも3時間前に現場に入って練習する真田さんの姿を見て、いつでも自分が代役を務められるようにと頼まれてもないのに4時間前に唐沢さん現場に入って練習、真田さんもこいつは来るなと思ってたらしい。今や日本を代表する俳優になったけど、そんな唐沢さんにいつかあなたを超えますと言い放ったのが当時無名の鈴木亮平。俺なんか超えんの簡単だよ、いつか売れたら怒ってねって言ったらしいんだけど、こう思ったんじゃないかね。こいついい度胸してんな。